とこの歌声がまたベスト10入りということで、今日のゲストは素敵な3人のこの方々です。どうもアルフィーでございます。アルフィーです。どうもこんにちは、ようこそいらっしゃいました。どうもどうも。ナインティーンでベスト10入りということですが、はい、まず作詞作曲の高見沢さんなんですけれども、はい、大体どのあたりをこう対象にした、はい、誰へのメッセージという。そうですね、まだ限定してるわけじゃないんですけどね、はい、19歳の時に3人で会った頃のことを思い出したりとかですね、まあ、個人的な、気持ちも込めてますが、あとやはりこう流されてしまってですね、大人たちへですね、もう一度このティーンエイジャーの頃の気持ちを思い出してほしい、はい、まだ成人前ですよね、でも子供ではない、その微妙なこの気持ちの動き方が自分にはあったんですよね、だからそれをいつか歌にしたいなと思ってたもんですから、はい、ちょうど今年がいいなという気がしました。はい、では早速聴いていただきましょう。アルフィーでナインティーンです。アルフィーでナインティーンを聴いていただきました、はい、ところで3人皆さんね、はい、そのナインティーン19歳の頃っていうのは、うん、例えばどんなことに悩んでたとかちょっと聞かせていただけませんか。まず19というとですね、この3人が出会ったのも19の頃なんですけど、実にこの中途半端な時期でしたね。まだその年で自分が固まろうとは思ってはいなかったんですけどね、かなり安易な少年でしたね。なんとかなるんじゃないかと、今の皆さんと同じだと思います。そして高崎さんは、はい、僕の場合大学受験というのは一つね、一番のその青春時代のネックがあったわけですよ、それをクリアしちゃったもんですからね、形のない悩みと言いますかね、それは18ぐらいが一番強かったような気がしますね。19になって大学入って高見沢と知り合ってですね、一緒に音楽やるようになって、おこれはなんか先が楽しくなりそうだなっていう予感っていうかね、そういうなんか気持ちがあって面白かったです意外と。で高見沢さんは今回その19というのを選ばれて何かこうあるんじゃないですか。やはりなんていうのかな、ある程度将来といいますかね、未来がこう限定されてくる年だと思うし、でもまだ未成年であるし規制されますよね。だからその中でいろいろ僕なんかすごく不安でしたよね、未来が。でも今どうかというとそれが楽になったかってそうでもないし、だから今でもその19歳の頃の気持ちのまま、今34ですけどね、気持ちもあの時のままだし関係もあの時のままだし、だからそういう意味ではなんて言うんだろうな、もう一度自分たちを見つめ直すかね、自分をこう確かめる意味でもこの歌をなんかこう出してみたかったなというか、ちょうど出会った頃の歌ですからね。で話は変わるんですけれども、はい、これからどんな活動予定になってますか。後半のツアーが始まります、ね、後半戦が、はい、後半戦は9月29日の静岡ですか、はい、ここから始まりまして、年内いっぱいと、今年は120本近くやるんですかね。すごい、一回りですから今年は細かく回るんですよ、1年間に、はい、で春に行けなかったとこも、はい、この秋にまた行きますんで、はい、待っててください。じゃあ、頑張ってください、はい、今年もね。はい、わかりました。こんにちは、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。いやこのプラザパーキングダイムをですね、岩佐明アナウンサーから畑井金次郎アナウンサーに変わりまして、はい、今日最初の放送なんですよ。そうなんですか。で今日この元気のいいね、田中律子さんと相川ちゃんでね、はい、りっちゃんはこの帽子かぶっていただいてね、花柄の帽子と花柄のミニスカート、かわいいじゃん、タンクトップの白と、なかなか色黒で夏っぽい少女という感じもいたします。それでりちゃんの方はですね、パープルのね短パンとパープルの長袖でね、なかなかおしゃれなブラウス着ておりますけれども、本当にまあそういうわけで元気にお送りしたいんですけど、畑井アナウンサーに一言ずつちょっときっとスタジオで聞いておりますんで、じゃ田中りっちゃんから。もしもし、田中律子です、はじめまして、よろしくお願いします。聞いてます、畑井さん。聞いてないんだからスタジオ。聞いてるよ。聞いてるよ。りっちゃんも一言あるよな。はい、こんにちは、愛海です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。お願いします。もうスタジオもちょっととちらかってるかもしれませんけどもねそういうわけでこのお二人を迎えて元気にお送りしたいと思います。プラザパーキングタイム、ちょっと気持ちを一新してお送りしたいと思います。それではまずは田中律子ちゃんの方からいきましょうか、はい、よろしくお願いいたします。愛海ちゃんの方はちょっとお休みしていただきましょう、はい、どうもこんにちは。どうもどうも。まあこの今日はですね、久しぶりに昨日あたりなんかほら太陽が照ったりとか雨が降ったりしてるけど、今日はちょっと安定してるかなっていう感じで、今日青空で暑くて、りっちゃんにぴったりの天気、こういう日は。りっちゃんはあれでしょ、あの日本放送の金曜日10時からの、あの関根勤の東京ベストヒットやってます、レギュラーアシスタントやっておりますけれども、やってますよ、中村ちかちゃんと井上明子ちゃんと、はい、中村ちかちゃんも早口だし、そうですね、りっちゃんも早口、いや私は負けますやっぱちかちゃんには。すげえ早くて俺何言ってるのか分かんない時あったよ、なんか
あんだから江戸弁講座やってるだろ。江戸弁講座言っちゃって、ベラボメーとかやってる。あれ恥ずかしいさっき言った私。恥ずかしいだろ、あれ、な、恥ずかしいけどラジオだからできるって部分なんだろ。そうですね、本当もうね、もうりっちゃんは夏ということで、この子は本当夏の少女という感じで真っ黒なんですけれども、今何を凝ってんだスポーツは。今ウィンドサーフィンやってます。ウィンドサーフィン、うん、普通のでもウィンドサーフィンでもないんでしょ。ちょっと変わったやつもやってるんでしょ。あ、ウェーブスキーとかね。ウェーブスキー、うん、どういうのこれ。ウェーブスキーってのはサーフィンの板にね、うん、お尻を固定して、あのオールで漕ぐの、バーって波に乗るんですよ。一瞬なんかこうカヌーのサーフィンみたいな感じだね。カヌーとサーフィン合わせたような。あ、これはひっくり返ると息できないね。ひっくり返ると半端じゃないですよ、もうもがいちゃって。結構大変かもしれない。お尻固定されてるから、うん、もう慌てベルト取らないと溺れちゃいますね、うん、あれははっきり言って。結構じゃあスポーツ少女で、まあデビュー当時から私は田中りーちゃん知っておりますけれども、かなりこのフォームをこけてきましてですね。そうですね、ちょっと女っぽくなったかな、なんて。働いてます。働いてる方なんだ。女っぽくなったわけじゃないんだ。じゃああんまり変わんねえと。はっきり言って変わってないですね。それでは明日発売なんだな、これ。僕、はい、明日なんですよ。明日発売でセカンドシングルになりますけどね。これから一つキャンペーンもどんどんやっていただいて頑張っていただきたいと思いますが、はい、それでは明日発売のシングルいきましょう。はい、ハイウィンドです、どうぞ。まあこのファンのやつらのですよ、うん、やつらって言うんだろうねこれね、もうすごいこの低い声でね、うん、歌声がかき消されちゃうような雰囲気だったけど。でもね、真ん中の女の子かわいいでしょ。真ん中の女の子ミキーマウスのカバン下げちゃってね、もういつも来てくれ、かわいいんですよ。いつも親戚の方。いや違うんですよ、違うのね。そうね。まあこのハイウィンドウ明日発売で、かなりこの力を入れて頑張っておりますけれども、はい、テンポもね軽くてね、うん、これからまあ秋にかけてもいいんじゃないかという曲なんですけれども、はい、明日ですね、はい、横浜そごうで、そうです、キャンペーンがある。明後日です、ね、明後日ですね、8月22日ですからね。そうです。で11時からありますけれども、11時からそごう屋上でやります、はい、そう、その前に日本放送のね
朝から大変疲れちゃうんで生放送出るっていうの。生放送疲れちゃう出ますね。朝5時から出ちゃうって。5時から出ます。まあ張り切っちゃって、はい、もう発売日の翌日だから8月22日は。もう頑張りますよ。もうこちらの方もあの朝早起きして聞いていただきたいって、うん、あでもほらラジオ聞いてるみんなあの夏休みだから早起きしてるかもしれないんでね、うん、聞いていただきたいと思います。はい、それから8月23日はこの4丁目ギャラリーのすぐ横にあります銀座三越で。銀座三越の屋上で。14時。午後の2時からですね、まあ、キャンペーンというか握手会やりますけどもね。そういうわけでいろんなキャンペーンを9月の4日までやりますね、はい、名古屋がキャンペーンの最後でございましてこのハイウィンドウみんなに聞いていただきたいという頑張っていくというね、はい、これからまた、夏もね、うん、だんだん終わって残暑厳しくなるけどもまだまだりっちゃんの季節はどんどん続きます。冬になるとちょっと冬眠しますね。冬眠しちゃうの、はい、そんなこと言わねえで頑張ってくれよそういうわけで今日はですね元気な本当田中律子ちゃんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、というわけで今日はゲストにですね田中律子ちゃんと相川恵里ちゃんをお迎えしてですね銀座4丁目日産ギャラリーからお送りしておりますが、それでは今日2人目のゲストをお迎えしましょう。相川恵里ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。すごいね、なんか押し寄せる波のごとく来るね声が遅れて拍手が来るね。これがまたいいって感じがしますがもうエリちゃんはもうデビューしてかれこれ何ヶ月経った？4月20日ですからもう4ヶ月くらい。4ヶ月、まあ、4ヶ月前私が初めてラジオでお話をしたんですけど彼女はその時は何も喋れなかった。私がここ話を聞きますとあーしか言わなかったんですけども、まあ、よく喋るようになりましたねそうですね、デビューして4ヶ月になったなんてことも言えるようになったんですけどもね、なかなかこのエリちゃんは髪の毛を言いますと今日は髪の毛言ってるんですけども耳が可愛いんですね。これがいじれてんじゃないっていうのは本当にラジオ聞いてる皆さんもあの小手川優子さんっていう方ご存知だと思いますけれども小手川優子さんみたいな耳をしてましてね、これがまああのチャームポイントですよ。これは今日はあのこのパープルのね綿の短パンとですねパープルのこの長袖のブラウスがなかなかいいんだろうが夏なんだからまだなんか闇じゃありません？闇じゃない、全然このね合ってる。あ、そうですか。本当、うん、なんかエリちゃんはあのデビューした当時ちょっと体重が重めだったんであの減量してるんでしょ今っていうか走ってるんですよ、うん、走ってる夜そしたら最近男の子たちがね、うん、家の前にいて怖いんですよ。いいの、右手にマイク持って左手拳持ってこうやって喋んなくて別に力でんて怖い怖いいるんですよ。でもほらみんなファンの子だからそんな悪いことしないからな、うん、うん、あのエリちゃんが痩せる姿を見守っていきたいと思うんですけどもねそれではですね曲に行きましょうか。はい、これは8月の3日に発売になりました、はい、AB コンプレックスです。どうぞ。Bye.
なかなかこの賑やかな歌ですけれどもね。どうもありがとうございました。相川えりちゃんは8月の27日に大宮フリークスで、このジョット夢見といという上映会、そうです、ちょっと映画のね、あのまあレコードのこの宣伝を兼ねて映画を作ったというやつなんですけども、ね、はい、初めての試みといいますかね、なかなか可愛らしさが見られますので、このちょっと夢見といという映画の上映会と握手会があると、はい、そうです。それからですね、9月4日にファーストアルバム黄色いキリンっていうのが出ますね。黄色いキリン、これも期待していただきたい。え、その発売の翌日、9月5日ファーストコンサートが日本青年館で始まる、はい、ね、行くよという声も会場が来ておりますけれどもね。夕方の6時から聞いてねえな。でですね、あのラジオを聞いてる皆さんにですね、このチケットを差し上げちゃう。はい、2組で10組で、ね、20名様に、いわゆる10組20名様に。そうです、木村君。はいはい、あ、聞こえた、はいはい、燃えたじゃない。え、さっきからもう1時間前から呼んでたのに。嘘。本当にねえ、ねえ、原井さん、ということでさ、田中律子ちゃん、大川えりちゃんね、もし時間あったらさ、近いからスタジオに来てちょうだいって言っといて。行きましょうね、連れて行きましょう。時間があったら。前から来ていいぞ。どうもありがとう。はいはい、畑井さん、チケットだからプレゼントするから、うん、あの宛先郵便番号100-87の日本放送の畑井さんの番組当てでいいですね。まあいい加減ならタイトル覚えてないだろ。日産ラジオプラザ畑井のオリコンザビッグヒット。知ってますよ、ね、オリコンザビッグヒット。ということで、そちらの宛までね、あの送っていただきたいと思いますんで。はい。はい。もしもし。畑井のショーアップナイト。違うってんの。それは。それは。元気元気爆発よろしくね。バイバーイ。光源氏の諸星。あ、よくわかりましたね。わかるよそれ。どうしたですか、畑井さん。いきなり元気元気爆発を外れちゃって。外れちゃってってね。あの視聴者の皆さん、あの畑井さんはですね、元気元気爆発をやってたんですけど、あの僕はクビにしました。ねえ。そうなんですよ、畑井さん、うん、あのこの度あのどうもあの第1回目ってことでありがとうございます。何を言ってんだよ本当に。いやいや、どうなんで、おめでとうございます。ありがとう。はい、ねえ、畑井さんもほんとすっかり有名になっちゃって。何を言ってんだよ。しかしね、はい、諸星あれだよ、後からね、はい、あの先輩のマッチなんかがね、はい、多分来てくれると思うんでね。あ、そうなんですか。今見て、僕マッチさんのね、あの板満手を見に行くんですよ。あ、本当？はい。いつ行くの？いつ行こうかと迷ってるんですけど。あんまり言っちゃうとね、パニックになっちゃうからね。はい、大変ですけどね。はい。しかしこの間のあの少年御三家行きましたよ。行きました。ええー。行きました？いや、そう。僕も行きました。当たり前じゃないか。当たり前ですね。ねえ。はい。すごかっただけどね。もうね、うん、やっぱね、すごいですね。もうお客さんが盛り上げてくれてるっていうかね。そうそうそう。うん、本当にもう僕たちもね、うん、だから1日3回、あの12回公演やったんですよ、連続。そうだよね。それが武道館で、うん、360度ね、お客さんがいてね。うん。そんでもう最後の方になってもうみんなヘトヘトになっちゃってね、うん、でもね、やっぱお客さん盛り上げてくれるからやっぱすごいですね。やっぱり乗らざるを得ないもんね。そうですね、あんだけ来てくれないですよねえ、うん、しかしさ、諸星さ、はい、空気清浄機つけておいてくんないかな。なんで。もうすごいんだもん、だってドア開けて中入った途端にムンムンしちゃってね。もうすごい熱気がすごいですね。熱気がすごいよね、うん、でもですよ、でもあれでしょ、記録を塗り替えて、はい、ねえ、もうやりました。素晴らしい、はい、すごい人数が入っちゃったってことで盛り上げてくる。ところで、はい、デビュー1周年だって昨日。そうですよ、なんで畑井さん僕にあの電話ぐらいくれないんですか。ほんと、それではほら誕生日も迎えたよね。そうですね、ねえ、ありがとうございます。おかげさまで18歳の誕生日迎えられまして。18になって、うん、ねえ、もう18になったらですね、うん、もう大人ですからね、うん、もう僕もね、まあ、畑仕事に頑張りたいと思ってますので。頑張ってな。はい、畑井さんどうなんですかね、調子は。調子、はい、もう絶好調。絶好調ですか。絶好調ですよ。だからこの番組もね、はい、元気元気爆発と同じように、はい、もう頑張りたいなというふうに思ってますからね。噂に聞くと、ここのプロデューサーの人が、小坂井さんっていう噂に聞きましたけど。似てますか。ちょっと似てるけどね。はい。まあそういうことで、はい、今日はわざわざね、電話くれたけど、なんで僕電話したんですか。今日休みでしょ。え、今日休みなんだよね。いや違います、今日取材の途中で。あ、取材の途中で、はい、僕なんで電話したか分かんないんですけど、自分でも今なんか静岡に帰ってるのかなと思ったんだ。浜松商業負けちゃったね。え、浜松商業負けたよ。そうなんです、いつもベスト8で負けるんですね。え、はい、沖縄水産に逆転で負けましたけどね。いや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 、ということで、はい、今後の予定というと、どこ行くの今度、日本武道館終わって。そう、大阪の大阪城ホール。ああ、そうかそうか。これもご
御三家でやりましてですね、それから今度名古屋であのソロコンサートですね、ああの光源氏だけのコンサートでね、あなんだもろもろしのソロコンサートじゃないですか、ね、違いますよ、ね、そうなんですよ、僕はもろですから面白いですね、本当に。何を言ってんでしょうね、本当に。光源氏のソロコンサートがあってね、はい、ますます本当に大変だから頑張ってやってください。もう夏バテしないように頑張ります。そうだね。はい、諸星に夏バテという言葉ないと思いますけども、ね。はい。それではあのね、ここはあのアルバムチャート紹介しておりますから、はい。光源氏の中からですね、何かかけたいと思いますが、あれ何ですかね。何を言う？あの1位じゃなかったら僕はかけたくないですから、ちゃって嘘ですよ。嘘ですよ。うん。まあね、でもね、まだね、あの1位になれる可能性がありますからね。そう。皆さんどうぞ。あの応援してください、ね、もしねあのここのラジオ聞いてる人がいたら、うん、あの今ここで拍手してください。何言ってんでしょうね、聞こえますね、拍手が聞こえました、はい、もうね花木さんフォローできません私は、はい、本当にそれじゃあ曲何する。そうですね、コンサートの中から、うん、まあアルバムの1曲目ってことであのファンキーランドなんか、ファンキーランド、はい、僕はあのいいと思いますけどね。そうですね、はい、じゃあこれかけて、はい、あの1位になること祈ってますから、はい、あのぜひね、うん、あの今度あの僕があのこの番組をあの乗っ取る、乗っ取ってあの畑さんをまたクビにしようかと思ってそうですか、頑張ってやってほしいなと思って今度スタジオの方にも来てくださいね、はい、ぜひ行きます、ね、はい、どうもありがとう。あ、じゃあもう終わりなんですか。もう終わりです。何、もう終わりなんですか。じゃあずっと繋いでおきましょうか。やるです、だってということでどうもありがとう、はい、じゃあ本当おめでとうございます。ありがとう、はい、頑張ってください。はい、どうも、はい、それじゃあお送りします。バイバイ。はい、どうもありがとう。光源氏です、ファンキーランド。Oh
りましょう。はい。もしもし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 。畑金です。畑金さんですか。はい。あ、第1回の放送おめでとうございます。ありがとうございます。南野さん。はい。ありがとうございます。何の今どちらにいるんですか。今ですか、福岡です。あらまあ。はい。遠くまで行っちゃって。今日は何があるの、福岡で。今からコンサートがあるんですけど、ね。ああ、コンサートがあるということで大変だわね。菩提樹の方も絶好調みたいでね。あ、どうも。はい。ねえ、いかがでしたか、神田さんは。先に、なんかそういう感じかもしれないですね。まだよく聞いてないんですけど、ね、いやらしいですよ。うん、うん、だからね、この間サンケイスポーツの人記者の人に話しておきましたから。あ、本当ですか。うん、だから南の洋館こういうことやりますんでよろしくお願いしますって親代わりに話しておきました。あ、どうもありがとうございます。また言ってやってください。はい、ねえ、本当に忙しいところね。体調はどうですか最近。ものすごくいい、びっくりするぐらい。いい？いい。大丈夫？もう大丈夫。ねえ、スポーツ紙には時々出ますもんね。南野陽子ダウンなんて。そうですね。だからダウンは曲の方ダウンしないように一つ頑張らなきゃいけない、はい、けれどもね、はい、あなたを愛したい先週と変わらず18位というかないうような感じでね、はい、またあの新曲も近々って感じだし。そう、秋にはね、うん、新曲も出ますんでね。出ますんでね、うん、もういろいろ頑張らなくちゃいけませんね。内緒だけどもタイトル言っちゃう。秋からもそばにいて。やった。やった。秋からもそばに？はい。秋からもそばになんていう人いないだろうね。いないの。だから歌だけでちょっと。本当、うん、歌だけでちょっと慰めてるんだけど。本当、はい、ということで秋からもそばにいてじゃないかな、ひょっとして。そう、いて、うん、ね、うん、10月13日にリリースすると。そうかな、うん、結構知ってるでしょ。うんね。私も知らなかった。知らなかったでしょ、うん、秋からもそばにいて10月13日発売の新曲なんですけどね、はい、で陽子ちゃんまた土曜日にね、うん、東京にいたりなんかするときには絶対来てここに。あ、ぜひよろしくお願いします、ね、それで今テレフォンカード作ってますんで、はい、でここの秘密の電話番号をそのテレフォンカードにすり込んでありますからそれを渡しますんで、はい、でマネージャーの中田関係なしに電話して。はい。そういうことで、はい、どうもありがとう。どうもコンサート前忙しいところどうもありがとう。すみません。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。後ろ髪引かれたいの担任ですね、うん、はい。今日はですねクイズ出してもらいます。はい。で渋谷期待がですねあれやこれや突っ込んできて正解を探ろうとすると思いますけども、釣られないように頑張ってください。はい、わかりました。さあそれではまずはがきの方お願いします。やっくんから。あれやまこれやまありまいねこ。そうですね、この方は三重県の伊藤愛子ちゃん15歳。当ててくれなきゃ冷たいんじゃないのっていう子がですね、はい、リクエスト曲酒井のり子ちゃんの1億のスマイル、はい、北九州市小倉牛尾正美さん17歳リクエストサザンオールスターズみんなの歌、千葉県の土屋真希ちゃん、吉本美代子ちゃんのセンチメンタルカーニバル。はい、じゃあはがき3枚揃ったところでじゃあ真希子ちゃんから、問題です第1問、はい、見ないでください。お答え書いてあるの。ちょっとあ書いちゃった、はい、じゃあ見ないで、はい、第1問、うん、この間私はチャギアスさんのコンサートに見に行った時のことで、うん、あるもので大失敗をしてしまいました、うん、さてそのあるものとは何でしょう、うん、1香水、うん、2ムース、うん、3時計。さあどれでしょう。あ、まあどういう失敗かってのは言えないわけだね。はい、どれかで。でもどういう失敗っていうか、あ、言っちゃって大丈夫、うん、コンサートと始まってもみんな立ちますよね、うん、で私はマネージャーさんと言って隣にマネージャーがいたんですけど、うん、でそう立って何曲かこうみんな乗ってやってたんですけど、うん、スローな曲になってみんな座ったんですよ。で私はカバンをこう手に持ってて、うん、カバンを触ってたあらっとちょっと気づいて、うん、カバンを触っていた、うん、あらっと気づいてはちょっとって感じで。あ、これはやっぱやっぱ2番ですね。2番ね。うーん、一応じゃあ手がかりとして元木さんは2番って言ってしまいましたが、うん、一応まあ私はですねこうだからそのカバンをあらっと思って触った時に、うん、こうなんか白いものがピューッとこうなんかぶっ飛んだように出ていて、でそれを触ってしまって濡れて、そうそう、で周りの人がうわっってこうなんか見たっていたりしてね。我々もよくそういうのありますけどね、よくなんか蓋がよく閉まってなくて全部こうぐちゃぐちゃになっちゃって。そうでしょ。で3番3番約3番。これ意味わかんないけど1番のこう香水って読もうとした時だけ紙を見ましたからこれはないと思うんですね。なるほど、まず消えた。これこれはまず、はい、消えた。うん、は2番か3番ですよこれ。まあ2番はもっくん答えたし、うん、でどっちかといえば約が時計だと。うん、わかんないですけどね。ちょっと福君が香水になりますが、はい、
香水か香水か、うん、4番のペンライトを振っていて、うん、つるって滑ってペンライトがヒューって飛んでって、うん、あのチャゲさんのおでこに当たって、うん、チャゲさんが3針おでこを縫った。さあそれじゃあ答えが出揃ったところで、はい、じゃあまきこちゃんからの正解です。正解は2番のムースです。うーんでしょうね。それぴったりですよ。だから、ね、音がしてたんですよ、うん、でも、うん、静かなところで、うん、私はびっくりして、うん、パッと来たらもうムースの山で白いものが、うん、でマネージャーと2人でどうするどうするっていうふうに言って、うん、こっそりして早く早くって吹きながら、うん、みんなが乗ってる間2人とも座って、うん、早く早くってマネージャーが髪の毛にこうつけながらそれつけてしまう、はい、それつけるっていうのも周りでみんななんだろうって思ったでしょうね。ティッシュとか足りなくなっちゃって、うん、もう髪の毛つけるしかないっていうカバンの中に出てきちゃってた。そうなんですよ、ね、おじゃあ中にあったものめちゃくちゃじゃない。そうだ、もうびしょびしょになっちゃって。うわうわ大変でしたね。乾いたらもう白くね、うん、えカサカサになっちゃう。バリバリになっちゃいます。違うんじゃないですかそれいやムースもそうです。あムースもそうです、ね、言ってた。そういえばチャゲさんと電話で話してた。あそうですか。言ってた、うん、なんかすっげえね、全然乗らないやつがいて、あいつ後ろ髪のやつだったんだ、最悪だよなんて。そうですか。嘘嘘さあそれじゃあですね、正解はもっくんが出しました。ということはもっくんに投票してくれた、うん、牛尾まさみさん、はい、まさみちゃんにはライオン製品の素晴らしい詰め合わせをプレゼントします。まきこちゃんが返事してくれます。うん、いいねいいねいいね、はい、2問目が出てきますが、じゃあその前にハガキの方をやっくんから選んでください。この方は、大阪市の佐田美幸ちゃん。リクエスト曲は、中山美穂ちゃんのマーメイド。はい、じゃあ続いてもっくん。はい、大阪府の坂本さよえちゃんリクエスト、ザ・チェッカーズ、ジム&ジェイの伝説。はい、福君。千葉県の折原敦子ちゃん、安全地帯の I love you から始めよう。はい、さあ3枚ハガキが揃ったところで、まきこちゃんから2問目です。はい、私はこの1年ぐらいで体の中で大きな変化がありました。うん、で、さてその体の部分とは次のうちどれでしょう。うん、1、眉毛が濃くなった。うん、2、バストが大きくなった。うん、3、背が伸びた。あーなるほどね。これは2番ですよ。これ2番ですよね。2番。あ私もさっきあのスタジオに斉藤さんが入ってきた時に、うん、うわー体が大人って思いましたから、ね、体が大人そうだったかなーってやりたい放題って新曲出して、うん、自分自身私生活でもやりたい放題やってるおいおい、うん、いやこれは小木さんが困ってました。マックは2番だと思います。年はいくつだっけ。17だろ、はい、うっそー。で9月で18になるんです。あそうか、もうすぐなんだね、はい、あと1月弱でもう18になっちゃうんだけど、はい、今のところ17歳。はい、身長161で合ってるこれプロフィール表の中で。だからもうちょっとどうでしょうね。でも合ってると思います。合ってると思いますね。今なんとなく出てきちゃったんですね。いいな、ダメだよ、2番って言ったもん最初に。あいいや、2番って言ったもん。これ絶対3番だよ。いいです、うん、じゃあ3番でね。いや、いい、2番。2番でいい、はい。ちょっと見して。いいね、これ見なきゃまずいね、じゃあね。なんで鍵があるってのは分かったから、じゃあ。で、じゃあ、眉毛と背。あ、じゃあ、うん、いいよ。じゃあ、服先行ってもいいよ。じゃあ、私はね、3番。じゃあ、1番ですか、残り。眉毛のね。1番の眉毛と、4番の。4番の足の指が、開きっぱなし。何週間か前のしおりちゃんの時のやつじゃなかったしたっけね。まあいいや。さあまあとりあえずですね、4つの答えが出揃ったところで、はい、さあ果たしてどうなるか、まきこちゃんからの正解です。はい、正解はまたもや3番で。ほらな、うん、ああ、うん、さっきまずかったな。ちょっと今ね、まずかったね、まずかったですよ、それは。うん、ってまずかったなって、うん、もう俺が言ったって釣られなきゃよかったのに。そうです、うん、だからって言っちゃうからいけないんじゃない。161センチからどのくらい伸びたの。うん、3か2ぐらいあるんですよ。本当に一回止まったんですけど、うん、またここ1年まだ17歳だとひょっとして伸びるかもしれないもんね。でもあれですね、あの斉藤さん胸も大きくなったのも事実ですよね、これ。あのなんでわかるんですか。え、何かあったんじゃないよ。ないよ、違うけど、なんとなくいつも女性の方はそういうとこ見るんですか。いや、そんなことないですけどね。すごいです。さっきあのちょっと座ってる時におやってちょっとね、一瞬ね。今日でもあんまりそのなんかボディスタイルが出るタイプの洋服じゃないよ。でもそうですね、うん、さっきなんで出てたんでしょうね。何か、なんか今聞きたかったことね。え、なんか忘れちゃいましたね。いや、これはなんで背が伸びたんですか。いや、わかんないです。ああ、わかんないです。それは、うん、自然に。バスト81ってのじゃ変わんないんだ、これは。
そうです、うん、でも元木さんの見る目って確かだからね、結構 ね、うん、だからバスはちょっとあるかもしれない、もうちょっとね、あるかも、うん、ということはとりあえずですね、クイズの方がですね流しろになっちゃいましたけども、もっくんが正解ですね、はい、もっくんが正解ということはもっくんに問いをつけた坂本清江さん、あなたには素晴らしいライオン製品の詰め合わせをプレゼントします。さあそれではリクエスト、ザ・チェッカーズ、ジム&ジェイの伝説、ということでちょうどよかったね、ゆうちゃんねえ、ドンピシャのところに来てもらったんですが、浅香ゆうちゃんゲストでございます。こんにちは。こんにちは。東北放送で、ゆうちゃん、はい、フレッシュが上昇指定曲になってるんですが、はい、嬉しいね。嬉しいですね。え、はい、うん、夏はゆうちゃんは忙しかった？そうですね、コンサートやってたんでね、うんうん、なかなかお休みはなかったですけどね、うん、日焼けはしてないって感じがするね、やっぱりコンサート会場ばっかり歩いてるっていうことで。今年は日焼けしないように、うん、日焼け止めクリームを塗って外でお仕事するときは。ああ、はあ、そろそろ年を感じ始めてるんですか？いや、いつも結構ね、うん、小麦色だから、うん、白くなりたいなと思って。あ、ところでね、これは僕テレビの番組、黒柳徹子さんの『徹子の部屋』っていう番組を見ましてですね、初めて知ったことなんですけども、浅香唯ちゃんとものすごく水泳が得意なんですって。あ、そう、うん、これ初めて知ったことなんだけども、はい、タイムを競ったわけですね。そうね、宮崎県出身なんだけども、平泳ぎ、平泳ぎ、ね、はい、ああで、なんか宮崎県の記録を持ってるんですって、中学記録を。持ってた、もう過去形になっちゃうんですけども、うん、中学校2年生の時に1年間だけだったんですけど、うん、記録を作って。それ何メーターの記録ですか？50メーター平泳ぎ。ああ、それどの間で泳いで記録になったんですか？大したことないんですけど、うん、44秒。ああ、しかしゆいちゃんとの体はまあそんなに大きくないわけだから、うん、ハンディはあったというふうに思うけれども。ありましたね、うん、なんかわかんないけども、すごく水の中に飛び込んだ瞬間、うん、なんかやたら進んだんですよ思ってたより、うんうん、それで自分もその時自己最高の記録が出て、あ、そう、聞いてみなくちゃわかりませんね。そうですね。で、最近は泳いでないんですか？もうずっと泳いでないです。泳いでない。泳ぎたいでしょう。泳ぎたいですね。ねえ、やっぱりね、うん。じゃあ当時は中学時代には腕のあたりには筋肉がついたとか、そういう感じだった、体つきは。今もバレーボールもやってたんです。バレーボールもやってたの？ずっとスポーツが得意です。結構スポーツやってたのね。やってましたね。うん。じゃあ筋肉だらけ。筋肉だらけ、すごい。今もすごいです。今も筋肉落ちてないの？落ちてない。ねえ、それは見たいような顔しない。ちょっと触らせてくれる？ダメダメダメ。二の腕あたりを触らせてくれる？結構すごいですよ。本当。ちょっとこうやってこう。ああ。そんなボディビルコンテストじゃないですよ。いいの一面を見ました。さてサマーコンサートの方ですが、ビタミン C ツアーということですけれども、はい、これはそろそろあと何か所か残すだけという形になってるわけですか？あとは、うん、神奈川の方と、うん、大宮ソニックシティというところ、うん、2か所だけになります。そうですか。さて、まあその他にもいろいろと話をしなくちゃいけない部分があるんですが、もう時間も時間なんで、セシル、ね、はい、さっき東高層の上昇していくだったんですが、はい、行きましょうか。はい、ね、じゃあ東京都と神奈川県以外の末尾6番の方、リクエストどうぞ。じゃあ受賞と名前を挙げてください。はい、川越市の内藤清彦くん、豊島区の山本大輔くん、渋谷区の村田広恵さん、あ、広恵くん、どうもありがとうございました。はい、今日ゆいちゃんは本当に黒い感じのトゥーピースなんですが、はい、ものすごいミニなんだよね。ごめんなさい。面白いですね。下から覗きたいという気持ちをですね、僕は抑えているんです。朝香ゆいです。さっき覗きましたけど、ちょっとね、セシルです。ゆいちゃん、テレビドラマのですね、教師ビンビン物語、何笑ってんだよね。何笑ってんだよ。うちのスタッフとね、目と目を見交わして、ごめんなさい。なんか通じ合ってるものがあるんでしょうか。昔、体操ディレクター頼むよ、後ろの僕の後ろにいないでくれよ。ハイゴレみたいに。ハイゴレ。何の話だ、全然分からなくなっちゃった。教師ビンビン物語。プロデューサー分かってるよ。
パート2に、出演なさるそうですね。教師ビンビン物語じゃないです。教師ビンビン物語じゃないないです。何、ドラマをやることは、まあ、とりあえず決定してるんですけど、うん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 、まだあのそんなにまだ詳しいことは詳しいことは分かってないという、はい、そうすると割とですね、あの失礼しました、私どもの方のですね情報の仕入れ方がですね若干間違っていたという形になりますが、まあそういう形でもって全然話になってませんね。さてゆいちゃん、はい、今日本当暑くなったね。暑いです ね、 ねえ、ノースリーブでよかったね。はあ、今日はどうしたんですか、ペアで赤。そう、たまたまね、うん、私とおばあちゃんが、私制服できちゃったのか。我々ユニフォームで番組やってるわけじゃないんだからね。なかなか似合ってるでしょ、二人とマークが。似合ってますね、はい、ありがとう。ゆいちゃん、この後どうしますか。この後どうしますか。この後は雑誌の取材があります。はい、そうですか、行ってきてください。でね、ちょっと若干気になるんですけれども、あのゆいちゃんさ、表情の中にですね、あの額の中に一本シワが入るという表情を時々するんだけども、それ気をつけてくださいね。はい、ちっちゃい時からなんですけど。あ、そう、僕すごい、あなたのファンなんだから、僕の夢を壊さないでください。よく見てますね。よろしくお願いします。どうもありがとう。どうもありがとうございました。